今日は特に何もなかったわね。そうだね、平和な一日だったね。今日は鍵誰が返しに行く？私行こっか。いえ、今日は引ヶ谷君に行ってもらいましょう。あ、そうだね、ヒッキーにお願いしよっか。な、由比ヶ浜まで。なんで俺が。だって私たち今日は二人で一緒に寄るところがあるもん。そういうことよ。分かったならさっさと行きなさい。いや、ナチュラルに人をハブるなよ。あなたにとってもその方が何かと都合がいいんじゃないかしら。そうそう、ねえ。はあ、じゃあユキノン行こっか。ええ、行きましょう。じゃあ、あとはよろしくね。それじゃあヒッキー、また明日ね。いいいい、また明日。失礼します。は、あ、平塚先生。引きがやか、どうした？部室の鍵を返しに来たんですけど。そうか、なら早く入りたまえ。ほう。先生は何やってるんですか？ん？いや、まあ学年末は何かと書類仕事が多いものでな。それ普段から少しずつ消化しろって自分で言ってたやつじゃないですか。まあそう言うな。持ち上がれるわけではないからな。ずっと見ててやれんと言っただろう。公務員の悲しさだ。そうですか。少し付き合わんか？え？まあここなら一応カフェではあるし、生徒を連れてきても問題なかろう。そういうもんですかね。少し落ち着いて話したい気分でな。ほう。ウイスキーのロックを、それからチョコレートと、彼にコーヒーを。苦いか？ええ、まあ。てか、なんでこっちもビターチョコなんですか？酒にはこれくらいの甘さが合うのさ。無理せず、ミルクや砂糖を入れたらどうだ？そうしますよ。どうせ甘党なんで。それがいい。
木ヶ谷。どうかね。最近の君は少し変わったのかな。お、距離が縮まるのって素敵なことだと思うんだ。俺は多分先生の期待を裏切ることになると思います。お？本当にあいつらの隣にいるためにはきっとそれしかない。それで壊れる関係ならそれまでの関係なんだと受け入れるしかない。今そう思ってます。それがどうして私の期待を裏切ることになる。それは、ん？俺は先生が過去にできたというもう一つの可能性をいつか聞けるのを案外楽しみにしてますから。なていたのか。この間も言ったつもりだったんですけど、先生が寝落ちたんで。そうか。そうですよ。この間からずっと考えていたんです。なんだかモヤモヤして、自分の中でもうまくまとまらなかったんですけど、俺。人の過去のことなんて知りたいと思うことはないと思っていたんですけど、先生のことなら知りたいって思ったんです。そうか。では、そのいつかの君と、またこうして語れるよう願うよ。先生、酔ってませんか？ああ、酔ってるとも。でなけりゃ、そうそうキザなことなどできん。酔うって便利ですね。そうさ、君もとっとと大人になるといい。一緒に酒が飲めるからな。まだしばらくかかりそうですけどね。まあ、気長に待っているよ。はい。しかし、君の未来が君を傷つける人間ばかりで構成されているわけじゃないよ。そう願いたいですね。何やってんすか。ひぎがや。これは何も言うな。見なかったことにしてくれ。そうします。諸君、明日から待ちに待った春休みだ。だが春だからといって浮かれないように。諸君は今年は受験生なのだからな。
小町から。小町友達とお茶して帰るね。あ、そう。いいラーメン屋を見つけたんだが、付き合わんか？チャリ置いてきてからでもいいですか？先輩、こんなところで何やってるんですか？何って、飯食ってんだよ。っていうか、何ニヤニヤして携帯見てるんですか？正直キモいです、ごめんなさい。いや、これはだな。あ、これラーメン屋のサイトじゃないですか。そんな先輩、ますますキモいです。なんだよそれ。それでは3年の皆さんの受験合格を祝って、乾杯！それにしても、なんとか浪人せずに済んで本当によかったよ。あからさまに失敗した人が一人いなかったのは本当によかったわね。確かにな、一人くらいいてもおかしくなさそうなもんだが。案外お兄ちゃんが一番危なかったんじゃない？結構高望みしてたし。バカ言え、余裕だ余裕。何にせよ君たちが自分なりにちゃんと考えた結果だ。私は今日の日をとても嬉しく思うよ。本当は不安でいっぱいなんですけど、私来年は我が身って思うと不安です。ユキノ、帰り一緒にお茶したりご飯したりしようね。結ヶ浜さん、抱きつかないで。別にそのこれまでと何も変わってはいないのだから。引きがや。え？まあせいぜい大学生活を楽しむことだ。ここにいる港だっていつだって集まれる。俺はそんなに頼りないですかね。そういうわけでもないが、誰もが環境の変化に不安は感じるものさ。そうかもしれませんね。私はちゃんと君を待っているからな。はい。っていうか、先輩はともかく平塚先生ってまだバレてないって思ってるんですかね。ひょっとしてもう開き直ってたり。せめて私たちの間だけでもちゃんと認めてしまった方が何かとやりやすいと思うのだけれど。気づいてないふりをする身にもなってほしいよね。本日は本当にありがとうございました。皆様方のご活躍をお祈りし、御礼の言葉とさせていただきます。卒業生代表、雪の下雪の。雪の、当時超かっこよかったよ。私泣いちゃった。そんな大げさよ、結ヶ浜さん。よくあんなスラスラ喋れるな。あら、あなたにもきっとできるわよ。いつも流暢な無駄口を聞かせてくれていたじゃない。流暢な無駄口ってなんだよ。俺の発言の扱い軽すぎるだろ。でもこうしてみんなでここに集まるのも今日が最後
なんだね。そうね。でもまあいつだって普通に会えるだろう。死ぬわけじゃねえんだし。何も出ないわよ。別に何もいらん。っていうか平塚先生、そこで何やってるんですか。え、盗み聞きは良くないですよ平塚先生。平塚先生、いや、あまりにも感動的なやり取りだったので邪魔したくなくてな。普通に入ってくればいいのに。それより見届けさせてもらったよ、君たちの成長した姿を。教師をやっていてよかったと心から思えた。こちらこそ、その本当にお世話になりました。礼には及ばんよ。君たちが成長したというのなら、それは君たちの力だ。それにこれが私の仕事だからな。いや、いいこと言ってますけど、仕事の方はどうしたんですか。そういえば、そうね。さすがに手が空いてなければ来ないよ。どうしても君たちの卒業は見届けたくてな。あ、怪しい。由比ヶ浜さんと同意見ね。なんだ、信用がないな。ここも久しぶりだな。ですね。あの時以来か。懐かしいな。そうですね。君も洒落た真似をするようになったじゃないか。ええ、まあ。それでは乾杯だな。ええ。カクテルだとすぐに飲めてしまうな。てか、あまり飲みすぎないでくださいね。祝い事なんだ、固いことを言うな。酔いつぶれた先生を家まで運ぶのは俺なんですから。まあ、たまにはいいじゃないか。それで、私をもらってくれるのはいつになるのかな。最後の学生時代を堪能するといい。はい。ああ、飲んだ飲んだ。楽しかったよ。ありがとう。意外と酔っ払ってないんですね。今日のことを酔って忘れてしまってはもったいないからな。そうですか。どうした引きがや。いえ、実は。ん、どうした。そのずいぶん待たせましたが、俺と結婚してくれませんか。すみません、さっきはその
とっさに答えられなくて。そのさっきのは真に受けなくてもいいんだぞ。俺は本気ですよ。私でいいのか。言ったでしょ、俺がたとえ傷つけても踏み込みたいと思うのはあなただって。その静香さん、教師と生徒じゃないんだな。思えば随分前からそうでしたね。引きがや。本当にお待たせしました。ありがとう八幡。これからもよろしくお願いします、静香さん。ああ、こちらこそ。これからも、ずっと、よろしくな。就活が想像以上に厳しすぎる。絶対に決まる気がしねえ。そりゃそうだ、人生そうそう甘くない。やはり専業主婦が一番堅実な線じゃないかと。まだ言うか。そろそろ聞かせてもらえるんでしょうかね。手に入らなかったものの話などもうどうでもいいんじゃないか。それでもあなたの話ならやっぱり聞いてみたいですよ。ま、いつかな。今は手に入ったものの話をすればいい。それはそうなんですけど。そうだ、あの頃の君に聞きたいな。え、大人というのはそう悪いものでもなかろう。さあどうでしょうね。今もあの頃もやっぱり俺のままですよ。ま、人間そうそう変わるものでもないからな。そうですね。ちょっと先輩、先生も。え？主役二人が二人だけの世界作ってどうするんですか。ああ、すまん。これは失礼した。ヒッキー、ひょっとして結局これって専業主婦ってやつなんじゃない？だといいんだ。彼一人くらい養えなくてどうする。お言葉ですが、迂闊なことを言ってこの男をあまり甘やかさない方がいいかと。小町も同感です。
るなら今のうちだよ。ん？春の？何を言う？ラーメン愛好家同士の結束は固いんだ。姉さん、この男は一度手に入れた専業主婦の座をそうそう手放しはしないわよ。随分な言い方だな。いいじゃないか、君がみんなに好かれている証拠さ。お前に言われると全然本当に聞こえないんだ。ハヤと言われてるし。でもおめでとうってことでいいんじゃないかな。僕はお似合いだと思うよ。だね。それじゃあ、おめでとう。